おもろいね、それ。あ、来たー、奈良子さん。普通の方の社畜。ってことは残業してそう。おいー、ナイス。ナイス。銀龍に似てません、僕。銀龍わかる、わかる、わかる、わかる。ちょっと似てる。カタストロフィー的そう。はい。中野アルマ、中野銀龍アルマ。中野ディンルーアルもすれ違うグイ。メイン左、はい、でプテさん ほぼ扉前メイヤさん、ん？これプテさんレポートだよね。プテさん、うん、メイヤさんセキュで会ってて、鬼木とエレキで勝ちやった後、誰とすれ違ったっけ。エレキで誰かと、畑迫と誰かとすれ違って、うんうん、でセキュ行ってテープタスクするときにすでにメイヤさんがテープタスクをやってて、終わったらいなくなってたから、どこ行ったか分かんない。どんぐらい前それで、結構前じゃん。あ、もう鬼木とあの勝ちやった後だから、まあ結構15から20秒くらい前。いや、多分もっと前じゃない。アルマさんがエレキのグイからセキテップ行った時でしょ。あ、じゃあ、うん、さらにもっと前だと思って、さらにその後私が、あ、ごめんね、20秒くらい前かな、うん、メイヤさん16秒前に起動されてます。あ、そうなの。俺11秒前に見た時は、メイヤさんだけ死んでた。で、まだその時プテちゃん死んでない。追加であって、うん、プテちゃんは8秒前に死んで、その瞬間にトータスさんがバイタルから離れていったから、トータスさん自身で両キル無理です。トータスさんしても俺も厳しそうにならない。そうだね、エレキ内でキルは発生してたらワンチャンあるけど、まあでも基本両白無理そう、うん、エレキ内最後なんかサントさんがメイン左で発見してるんだよ、プテを。うんうん、プテは絶対無理だ。でも鬼木がその16秒前に死んでたでしたっけ、うん、死んだんでしたっけ。メイヤさんが死んだのを見た。死んだ。で、その後16秒前だったら結局石付近で死んでると思いますよ、多分、うん、俺石球下まで確認してるけど下いない、うん、いや石球はない、石球はないと。エレキから石球行って石のアップロードまで確認してますがないです。まあ、だったら全員言ってることが本当だったら左かな、キッチン側に抜けてるか。キッチンじゃない、まあ、それか石球エレキ、いや、石球、ん、さすがにキッチンだと思うよ。あとラストミーティング上がった時にあのカメラ見た人がいたと思うんだけれど、いや、そうなんだよな、出ないから絶対メイヤだと思ってる俺は、うん、カメラはいないはずだけど、え、最後の最後、いや、カメラついてた、だとしたら人外、え、最後の最後、いや、最後の最後じゃない、最後の最後じゃない、カメラを、そう、カメラがついてて消えたのよ。で、消えたので、それがどれくらい前ですか。3秒前か4秒前ぐらいだと思う。あ、じゃあ3秒前か4秒前だったらメイヤさんじゃなくないですか。バイタルの情報と合わない。合わなくなった。ただ見てた人は絶対いるのよ。いる。俺もカメラがついてるのは見た。それはね。だとしたらエレキにはゲンさんとかトータスさんとか。うん、ああ。ただ、まあ、俺は今アップロードにね入ったとこだから。僕はその容疑者には入りますけど、うん、まあ、多分僕の後ろにいるのかな。俺がね見たのは十何秒か前にはもうついてた。うん、カメラが？カメラついてて、アイカベでついてるの見て、ついてる時間が多くの、そう。なんかいい感じになったぞ。よし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 。はい、
コミサボ直しました。で私多分容疑者なんで話させてください。私停電明けぐらいの段階でプテさんと一緒にいて昇降機右にいました。でプテさんが先にアーカイブ方面に戻られてます。で私はまあそれを追いかけるような形でアーカイブ、シャワー、メイン、エレキと言ってるんですけど、シャワーぐらいで高田さんを見かけして、でメインからエレキに降りるときにサントスさんとはしごですれ違ったかな、って感じです。なので私視点だとサントスさんのお肉位置が本当なら、まあ、サントスさんご自身のセルフか、まあ、高田さんが視点では近そうです。ん、私セルフだった場合ってプテさんキのこと言ってる？まあ8秒バイタル 8秒寝かせてることになる。あそうか8秒前、うん、あそうかだったら多分高田さんと私くらいしかいないか。8秒前だったらあと死んで言うなら、あごめんね、あどうぞどうぞ。確かにプテが見てて、はい、見終わった後に剥がれて、いやそれはね、まあ、ないんだっけ。ほぼないと思うのが、僕がプテと一緒にメインの真ん中ら辺まで動いてて、そこからエレキ石油っていう動きなんで、まあプテがカメラを見る時間はねほぼない。あとあの僕の情報って、石油付近ね、石油付近、僕より先にメイヤさんがテープタスクをやってたから、はい、メイヤさんは絶対僕よりも動けてるはずだから先にね。あと追加の情報も、アルマの最終位置は、ん、アルマの最終位置、あ僕はエンジン左のドアを開けて終わり。石油キッチン、武器込み、うん、逆です。石油エレキ、メインエンジン、左、あそっち、うん、なるほど。まあ、ゲンさんと高田さんで、まあ、ゲンさんが言うならいいんじゃないかなと思ったけど、うん、あと除染室にその停電明けね、私はプテさんを追っかける形で移動してて、シャワーメインって言った時に除染室にいた方います？そのタイミングで出ないんだったらそれは人外かプテさんですっていうか、割と俺からゲンさん弾けるかもしれん。俺がバイタル見た時にはまだプテさん死んでなくて、 そのまま畑迫君とすれ違った時にはもうゲンさんエレキの右におってん、藤宮君と、うん、私もね8秒前にメイン左って言われたらそうやりにくく見える。ああゲンさんがメイン左で殺すのは無理やと思う。あと俺目線弾ける、結構ゲン、あじゃあ俺もねゲンさんだった場合って俺キルすればいいと思ってるから、そうっすね、あんぐらいキル溜まってます、ね、そうだったら俺が釣られるんだったら俺は太鼓絶対に藤宮あげる。ああいいと思いますよ、藤宮は、うん、全然容疑者。ゲンさんだったら俺切るだろ朝でさすがに。藤宮さんって私よりバイタルで行ってんだよな、うん、バイタルで白出ますよ、プテハシの方。ちなみに藤宮ってマットヒデさん、メイヤさんの方も無理じゃないってか、バイタル的に、うん、メイヤさんだけはカメラの容疑だけですよ。いや、まあ、マット否定はされてないんじゃない。まあマット否定はできてないですけど、ボタンを押した方がいいなぁ。お、まあそうだよね。まあ、はたさこのバイタルでプテハシのキルが絶対無理ってなってて、それが8秒前で、メイヤさんがもっと16秒前とかに死んでるっていう情報出てんでしょ。だったらなおさら僕のキル場所ないですよメインから降りてるから、その前はゲンさんと、まあ昇降機右からっていう感じだから、そう、あのシャワーアーカイブ近辺で藤宮さんと私お会いしてるんですよ、うん、停電前ですね、だいぶ情報、そうそう、で私エレキに降りた時、あ、藤宮さんまだ生きてるんだって感じだったので、藤宮さんの方が先行してエレキには行ってます。そうなんです。なのでエレキ組の皆さんにお伝えしておきたいのは、藤宮さんより私の方が後にエレキに降りた人間です。うん、なんか僕最後の最後に石油で誰かを切るっていうのはできますけど、それはバイタル情報的に、まあ偽装がない限りはないと思ってほしいので、より左にいる七子さんとか、うん、アルマの方を疑ってほしい。いやごめんごめん、私レポートだよ、あ、メイヤさんの方、うん、メイヤさん、あ、メイヤさん、いや、そう、僕もね、サントスさんがメイヤさんキルでレポートはあるかなって思ってて、まあまあ、それはなくはない。私キル1、それ逆に大理論だけど、それ逆にバイタル情報16、ね、メイヤさん、いや、それ多分ゲンさんからバイタル情報16、8と合わせてエレキのすれ違い含めて切れるとこないと思う。私多分入れて石油なんだけども、その石油を藤宮が潰してるから、バイタル情報とゲンさんの死に掛け合わせ私の城が出るから、まあ、それで言うとやっぱ、ね、アルマさん釣りか、今日、うん、今日の釣りって多分高田さんがクルーのケアの釣りだから、高田さんの言っていたカメラ情報を元に推理するのがいいと思うんですよ。だから十何秒前にカメラがついていたっていうのを
と、あとなんだっけ、3秒ぐらい前にも誰か見て、4秒前ぐらいに、見たときについてたやつが消えたっていうの、これが剣士とも俺同じ情報を出していて、いや、高田さんはね、十何秒前にもついてたって言ってた。あ、そうそうそう、で、俺その話を考えると、十何秒前にもついてる、 4秒前にもついてたって、なんか、マットメイトっぽいなとは思った、聞いてて。なんかそうなので、めっちゃ長時間見てた誰かがいて、そこにいたことを情報として出してないから、それマットっぽいなって。そう、だからその場合だと僕が見ると思うんだよな、セーフタスクやって終わって。いや結論私はアルマズリの方が多分左で切ってる容疑者詰めれるかなと思うけど、いや、まあ、高田さんが言ったら、いや俺はだからバイタル情報で両方切る無理だから俺釣りは飲めないよ。トータスさん視点でも畑迫視点でも俺の切るって否定できるよね。ゲンさん視点でも、いやプテの方は絶対できないよ藤見は。そうただメイヤさんの方はアルフジで決める。え、だってバイタル情報見てるでしょトータスさん。見てるから無理です。あってもマットやと思う。いや、その、いや、だから僕がマットだとしたら、僕釣りはさ、高田さんクルーだとしたら、より僕釣りは飲めないんだって。じゃあ飲んでっていう、バイタル情報で無理っていう主張をします。よし、1キルディ。セリフいるかな。クルー釣れたと思うよな。さすがにこの人釣りで、一人外も釣れてないわ。考えないと思ったら、多分大丈夫。多分1キルしてくれてる。ナイス。畑底に入れます。畑底に入れます。セルフと畑底に入れます。メイヤさんはミーティングです。あのナノコさんを着てるのも私がカメラで見てました。いやカメラで見てたの。サントさん、私がカメラで潰した後にキルしました。俺ほんと吐くかと思った。カメラで見られてる時本当に吐くかと思った。じゃあ、ね、結構なお手前でありがとうございました。ありがとうございました。サントさんなんだこれ。あ、私です。まずは同意。ナイス。いやー、第1がそこじゃなかったのね。よかったね。メイヤさん、ミーティングだったな。ミーティングだった。ミーティングだった。カメラなんて見るわけねえだろ、俺がって言ってましたよね、霊界。カメラめっちゃついてんなと思って、ずっと。でも、十何秒前のカメラは誰？あ、でも私です。あ、それもサントさんなのか。俺、あれもだと思ってたけど、違うのか。赤いこうやってぐるーって回ってもずーっとついてたから、こいつずっと見てんじゃん。俺ミーティング待機してるのカメラでずっと見られてたから終わったと思いながら、うん、ミーティング上がってきた迷惑切って、いやカメラついてんだろうがーとか言いながら死んでたわ。ただジンガが見てた。うまいな。